2009年民主党代表選挙は、2009年5月16日に行われた、両院議員総会において、民主党代表を選任する選挙である。この結果、鳩山幸男が新代表として選出された。5月10日以前の民主党内では、西松事件に絡む小沢一郎の公設第一、秘書逮捕に伴い、小沢の求心力が低下していた。また、各州世論調査でも統制に、 陰りが見られた。これを受けて、小沢は5月11日に辞任を表明、代表選が行われることとなった。代表選の日程については5月12日午前の党役委員会、役員会後の常任幹事会、夕方の両院議員総会において5月16日に立候補受付投開票とすることが決定した。党役員会の際、代表選の投票権者の範囲について、 政調会長代理の長妻明ら4名が執行部案の国会議員だけではなく、さらに広げるべきだと主張したが、小沢は長妻、安住、のだ、福山の4人組、お前らいつも反対反対と最後くらい言うことを聞け、と強く反対、副代表の北沢俊美による異論にも、北沢先生ともあろう、方がこんなことを言うとは信じられない、と言って押し切った。 また、常任幹事会、両院議員総会でも異論が出たが、最終的には執行部案のまま押し切られることとなった。正式な立候補受付は、投開票が行われる、両院議員総会当日午前9時から10時までの1時間で、あるが5月14日に、鳩山幸夫、岡田克也両名が立候補を表明し、この2名によって選挙戦は行われた。ありがとうございます。